皆さん、こんにちは。陸海空軍人から見たシリーズ、今回も始めてまいります。チャンネル登録がまだお済みでない方がいらっしゃいましたら、この機会にぜひお願いいたします。そして、こちらの本、投、え、票、ー、発売中です。これは小川さんの作戦術。えー、本が皆さん、たくさん出されていますので、ぜひぜひこちらの方も手に取っていただければと思っております。えー、では、早速、今日もご紹介いたします。 元西部方面総監の小川清理区長ですよろしくお願いしますそして元航空自衛隊補給本部長の吉田光介空長よ,よろしくお願いしますそして元呉地方総監の伊藤俊幸会長ですよろしくお願いいたしますさて2022年の2月24日ロシアによるウクライナ侵攻開始があったんですけども2年経ってしまいました 2月8日にです、ねえー、ウクライナのゼレンスキー大統領はザルジニ総司令官を解任するというニュースがありました、えー、そしてシルスキー大将も指名したということでいろんな意見が出ているんですけれどもまずこの選挙に至った要因、小川さんに解説をしていただければと思います、はいまあ、3つほどあると思いますけど、まあ、報道でもありますけど。 ロシア軍の実力を米軍もウクライナ両軍もまあ軽視しすぎたんだろうとまあ報道でもよくありましたけどあのキーウ正面で車両がこうスタックしてる状態を見てみんなロシア軍は弱いっていう評価を結構してたと思うんですけどそれからあの一番最初の放送でもなんでロシア軍の侵攻こんなに遅いんだっていう質問をいただきましたけどいやいやそん初っ端の挑戦っていうのはいろんな騒動が起きるだけであってその弱いとか 形能力が低いとかっていう評価は当たらないんじゃないかということをまあずっと申し上げてたところだったんですが2つ目はまあ米軍がドローン兵器とか電子戦能力を駆使する21世紀型地上戦への理解がえやや不十分だったんじゃないかあと最後が米軍とウクライナ軍の間での反攻戦略をめぐる対立があったと言われてますけどウクライナとしては三正面方向から攻撃をしたい。アメリカ側は いやいやそんなに分散せずに一箇所にまとめろっていうことを言って結局支援された兵力装備品が三正面を継続して攻撃するにはやはり少なすぎたんだろうなっていう気がしてます。ただこれはですねウクライナにとっては非常に酷だったと思います。これ自国を防衛するっていうことはどうかを捨てきれませんよね。で正面幅がだいたい1000キロ近いまあでこあるんでこれってあの日本 のの本州ぐらいの幅ですよねで青森新潟と山口があって九州取られてます九州取り返すためには山口から攻撃しなきゃいけません山口だけに絞っとけよって青森と新潟捨てられるかっていうわけにはいかなくないですかです、ね、つまり外から見た冷静な目と自国防衛をやってるところでやはりそういった差が出てきますのでだから私はこれ司令官交代っていうのは。 よくある感情的なもつれとかいろんなことを言ったりザルジーニ司令官の方が人気があるからとかいうことを言ったりしてますけど私ははそういういいいことと少ないと思いますあ<ー>、まあ、皆さんはこの司令官やって経験があると思うんですけどある部隊をも任されるとか司令官に就くとか災害保険をずっとやったりしてるとだんだんその一体化してくるんですよ自分と。はい、すごい責任感とそれから純粋な気持ちになってくるんですよ。 ただこのゼレンスキー大統領もザルジーニンー司令官も本当に軍隊全部を任されている国家を任されているっていう立場からその特にそのゼレンスキー大統領の政治的なニーズと軍事的な可能性との間にギャップが出てきたっていうのがもともとあったんだろうと思います。前司令官は NATO 型というか欧米型で、はい、あの新しいシルスキー大将はそのまあ旧ソ連型なんていう話も言われてるんですけども今後その作戦そのものに変化はありそううなんでしょうかあの直接作戦が変わるかどうかっていうのは私はまだ何とも言えないところと思ってますあの確かにその得てきた教育が違うってのはあるんですけど、えー、っとこれは。 そのザルジン司令官は確かにもう軍隊全体を統制をしてきてで1,000キロにわたる防御をずっとやってますそれから攻撃をもってやれと言われているでおそらくゼレンスキー大統領から全正面を俺は取り返したいんだっていうのに対して正しくやってきたんだと思いますそこで合理的にずっと考えていくと今攻撃をしてもこれは難しいとどこからか戦力抽出してきたら防御戦力をなくしてしまいますので。 で次にシルスキー司令官をつけたから大きく変わるかっていうのはあのこれまでの常識を変えておかめ八目で見てたお前だったら自分の政治的ニーズに合わせてくれるかもしれないっていうのはあると思います。ただ一方で人事っていうのはですねつまり新しいポストですから一つ目の。彼だったらこの期待値に沿うだろうっていう伸び率を見なきゃいけないんですよ。 成果を出したからご褒美尋常をやっちゃうと本当にこれ不幸を見ますのでそこをゼレンスキー大統領がこの司令官新しい司令官を見抜いているかどうかというのは私には分かりませんがそこがマッチングしていればまた新しい局面が打開できるのかもしれませんし今後の西側の兵力装備品の支援によって新しい考え方を出せるのかもしれません。 戦いの状況なんですけれどもシルスキー司令官は17日に激戦が続いた東部ドネツク州の拠点のアウディウカからの撤退を決めたと表明してますで去年5月のロシア軍によるこのバフムット制圧以降で最も大きなこう戦局の変化だという報道もあるんですけれどもこの東部の戦況についてはどういうふうにご覧になっているでしょうかえっともう確かにですねその ウクライナ側の砲弾の砲撃数っていうのは数千発、まあ、2,000発前後1日一方でロシア軍は1万発前後ロシア軍としてはもっと撃ちたいという話も聞いたことがありますけどその差がもうこれ消耗戦でガチガチになってますのでその差がどうしても出るのでロシア側があのウクライナに対する被害を多く出しやすくなってる。それから 戦況進展しやすくなってるっていう結果がここに出てるだと思いますけどでもあの他の場所はほぼロシア側はずっと局地的に攻撃してますけどほぼ止めてますのでこれものすすごいあの防御力だと思ってますそれであの吉田さんですねアメリカのシンクタンクの戦争研究所によりますとここ数週間ロシアがミサイルや無人機の攻撃を激化していてウクライナの 防空能力の低下についてっていうあの懸念があるようなんですけどこのにどういうふうにああの今あの小川さんの方からご指摘があったようにやっぱり、えっと、2年目を迎えて2年目を迎えてというかもう3年目に入るんですけれども。 やっぱりあの砲弾を含めてえっとミサイル等々のいわゆる作戦用資材がやっぱりもう枯渇しているんだろうなというふうにああの思えるというふうに思っています。それは今小川さんから指摘があったようにあの使用している砲弾の数があの変わってきて、えっと、ピーク時でえっと1万発くらいウクライナも使ってた時期があると思うんですけれども今4,000発くらいだというふうに言われてますし。 あのロシアも実はそこを私は狙ってるんじゃないかなと思うのは昨年の暮れからあのミサイルと無人機を使った攻撃を仕掛けてましてでそれも機運を含めてあの攻撃をしていると。で何て言うんですかね今あの西側欧米からですね提供されている防空火器の中で。 あのいわゆる弾道弾対処ができるのがあのペトリオットミサイルしかないんですけれどもそれがサンセットキーウ多分周辺に配置されていると思うんですけれどもそのランチャーはあるんだけれども弾がない状態になっているところにいわゆるキンジャールなんかを含めて、えっと、攻撃を仕掛けているということですので当初はですね えっと2020年頃は大体85%ぐらいの撃墜ができてたんですけれども今は半分いかない状態になっているっていうふうに報じられてますので、まあ、あのおいわゆる防空火器で対処できない兵器を使われている部分もあると思いますけれどもウクライナとしては、えー、び減ってきているミサイルをなんていうんですか制限せざるを得ない。 全てに対して対処しちゃうともうなくなっちゃうのであの限定された目標だけを守ってる状況になってるんじゃないかなというふうに思います。でそうした中キーウに対するミサイル攻撃で実戦で初めて超極超音速ミサイルシリコンが使用されたのではないかというふうに言われていますよね。これはあの この報道の通りだと思うんですけれどもあの実際にあの残骸を調べたあのところそれがそのおそのセルコンっていうのはですねあのスクラムジェットって言われてる特別なミサイルでして固体,体の燃料でミサイルをバンと打ち出すんですけれどもそこである程度速度をつけた状態の中でもう一回。 あの燃料を入れて爆発させて大体マッハの音速でいう8から9ぐらいの高速で巡航するミサイルで,でこれは弾道軌道を通るんじゃなくて最高の高度でも30キロぐらいのところまでしか上がらない形できますのであの対処ができない。 とということで非常にあの去年の1月だったんですかねまだまだ配備されたばっかりのミサイルでこれを今回はあのキーウにえー打ち込んでるっていうことですので結果的に多分あの住居ビルに被害が出た映像なんかが報道されてますので当初狙った軍事施設であるとかあの整形中枢に対しては当たってはいない。 ですけれども攻撃は私は失敗したとは思うんですけどロシアがやっぱり本気でいわゆる作戦用の資材が少なくなって防空能力が低下しているウクライナに対して攻撃を今かけてる状況にあるんじゃないかなというふうに思っていますこれだけのもの持ってるぞみたいなとこがあったんですで実はですね防空火器って弾があって 関西弁でいうとなんぼの世界なんですけど弾がなくなるともうレーダーで相手を捕捉しようとしてますからまずそのレーダーを狙うあるいは発射機を狙うようになっていくのでミサイルが撃つ弾がなくなってくるといわゆる発射機であるとかレーダーであるとか管制装置であるとかその防空システムがやられてきちゃうので負のスパイラルに入っていくんですね。でそれもももととパック3ですら 3セットしかなくて今10セット欲しいって言ってるけれどもなかなか米国を含めてみんな出してくれない中でミサイルがなくなっていく中で自利品で防防空空システムもいいわゆるる被害を受けていててっぱ防空網が落ちてくるそうすると今度地上戦に大きな影響を与えてきますので要はロシアの航空戦力が入ってきますので。 非常にあの局面としてはですねあの欧米からの支援がなくなってきている中非常にあの今ウクライナとしては作戦の転換をしないといけないタイミングだから私はザルジーニン司令官ではなくて新しい、えー、いわゆる戦争指導体制に移行したんじゃないかなだから今回司令官と参謀総長を変えましたけど えっと、若干用を置いてからですけれども統合軍司令官あるいはシルスキーさんがやっていた陸軍司令官も全部変えてますのでそういう意味では新しい発想で新しい体制でこの難局を乗り切ろうといういわゆるゼレンスキー大統領の大決心があったんじゃないかなというふうに思います。伊藤さんやはりりこここういういいい人事を刷新してこの戦況苦しての苦ところを乗り切るみたいな <laughs> 感じなんですかね？状況としては今、今、うん、まあ、それを選択されたということですよね。だから実態は僕もよく分かんないんですね。だから報道を見るともうあの人間関係だとかそういうのが出てるし。だからそれはよく分かんないんだけど、あのまあ、明らかに。私は西側の違う。特にアメリカですよね。まず共和党があの寝転がってるじゃないですかね。うん、せっかく上院通ったのに会員がまたひっくり返ったりとかであれ結構でかいと思いますよ。 でもう一個はあの軍産複合体が要するにこういうのをやると必ず軍産複合体が儲かるだけどなんとかなんとかだっていう悪口言ってるけどそんな能力ないからね今アメリカってそうで,ですね、うん、もう追いつかないそう,そうだからあのだから軍艦作れないんだからそもそもだから要するになんでトランプがラストベルトのメンバーから支援されたかというとあれがだからないんですよ今アメリカに だから軍需産業そのものがもう衰退してる中にあってでもこういう支援しなきゃいけないとでこれある意味イスラエルと両面作戦みたいになったりするでしょ政でそれを止める共和党という構図になった時にだから今日本はライセンス生産されたパックスね2は日本からアメリカに売るんだよ。はいね、こういう話だからねだからぐるっと回ってイスラあのウクライナに送るためなんですよ。 だから実は日本も裏でそういう動きになってるというぐらいアメリカの軍産包帯がもうほぼそれもあるしで予算もつかないということでゼレンスキーからするともう全然ダメじゃんアメリカみたいな感じなんですよ。今だからここに実はあの武器輸出三原則装備移転のあれもかかってきて今だから岸田総理ってそこ分かってるんですよ全部そういう構図になってることがだから一生懸命あの装備移転の三原則を変えろとかね。 やってるのはでやもう早々とえー、何いいライセンス生産のものには元で寄っていいというのができたのも,もう明らかにパック数なんですよ。うん、すねあの、うん、パックする理由ですよ。だから日本で作ってるからね。だからそれを早く日本から渡さないとアメリカからも渡せないんですよ。もう,でも,うもう一個だからこれで今回はゼルコンだけどその前イスカンデルがイスカンデルがね。イスカンデルは落としてたんですよずっとね。 同じように本そうだけどだからあれがマッハ5ぐらいなんであれだったらパック3で十分落とせたんだよね <laughs> 視野に入ってから落とせばいいけどセルコンになった時にそもそもマッハ9でこれが、ま、落とせるの地中,を地中を張ってきますからあれ多分3 0キロ以下だったら多分無理だと思いますでもこう来るやつには落とせるじゃんパック3って、えー、自分に向かってくるならあそうですね,ね だからこう構えてるところに来るなら30キロの高さだろうが落とせると思うんですよバックスリ3は。ただそれまでに気づかないとね、うん、そのずっと途中があの極超音速機っていうのは皆さんすごい誤解してるんだけど、うん、弾道ミサイルと最終的なスピードが速いからじゃないんですよ。うん、名前が極超音速だから、うん、スピード速いから撃てない打ち落とせないって言ってるけど、うん、そうじゃなくて低く,低く飛んでくるからなんですよ。うん、で低くく飛んでくるるとといここは高ろから来る間の トラッキングがないままにあっって気が付いたらもうここにいてそれを落とさなきゃいけないとこの関係性なんだけどだ同じように3 0キロの高さで飛んでくるといくらパック3で構えてたとしても気づくのが遅いんでその分反応が遅くなって落とすのを失敗するという可能性は十分あるということなのかなと思いますけど。 エ、ね、スカルンに出るじゃなくて,つい,のが出てきた、ね、ついに数がいないとダメですよねだからそ,<う>その正面に来る確率を上げないと、はい、だからこの少しでも防空火器をしようとそうでそう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 か本当あの防空火器のパックなんちゃらっていうのは基本こう来るのを落とすんであってこう行ったら落とせないんですよ、はいはい、横切られたらこれ角速度がついちゃって打,ちを打ってもこう犬追いするだけですからね だから間に合わないんですよだから正面で受けられるようなところにいっぱい置く<う>っていうことが必要にそうそう自衛隊もだからね本当と国自衛隊の基地に置いっちゃダメなんだよね <laughs> パック3を <laughs> <laughs> パ,パック3っていうのは <laughs> ダイレクトヒットしますので<う>基本的にはもう落ちてくるものにダイレクト当てる<う>でパック2っていうのはあの今 MSE って言われてるあのセグメントを強化したやつで要はある近くまで行ったところで 自分で爆発して弾をばらまいてそこに飛行機とかミサイルが入っていって落ちるという形なんでこういう高速で飛んでくるやつに対してはその弾幕はもう間に合わないので間に合わないのでけどこれいずれにしてもですねやっぱり欧米からの支援が細ってるっていうのが問題だし実は支援してるって言ってるんですけど お金を渡ししたりしてるだけなんですねでその伊藤さんからご指摘があったように米国ですら生産が追いつかない状況の中で今欧州の国々は増産に入ってるんですけれどもその増産が間に合わないいやだったら現物渡せよって思うんですけど自分の国防の話もあるから東欧の国々はハンガリーとかはもう自分の防衛の分も渡してるんですけど。 まだまだイギリスフランスなんかはドイツもそうですけどまずは自国の防衛のためのものを確保した上で残余の部分を渡しているので、うん、だから何だっけレオパルド戦車だっけあの小泉先生がよく指摘されてますけど、うん、欧州に2,000両ぐらいあるのに71両ぐらいしか行ってないんでしょ、うんはい、実態は。そう だからやっぱりあのゼレンスキーさんが訴えてるいわゆる兵器の枯渇でもう2年経った今になってみるとその兵器をお動かすというか弾がないこの状態ですので局面としては一番今厳しい状態じゃないですかね。うん、だか結局各国の事情にあっちゃったのね最初はだからロシアがこうやったからこの結果それまでのね戦後70年のこう国際市場がぶっ壊れたと。 力でこんなね、力による変更が許されていいのかっていうのでみんな要するに民主主義は特に G7 が固まってロシアを叩くんだってやったけどもう2年経っちゃうとそれはいいけどうちの台所事情もあるしってみんなこ,う<う>こっちの問題になっちゃって支援のあり方そのものにこうフォーカスするようになっちゃったでしょ。も目的があったわけですよロロシシアアを許さんとロシアをこのでもこれがもうそれは分かるけどそれどころじゃないんだよね <laughs> みんなこっちを生み出してるから。 これ結構大変だと思いますよでこれは他方で各国にとって言えば現実問題だからそれで3文書が出る前に小野田さんとアメリカ行った時に向こうのシンクタンクから「日本お前自分のことは自分でやってくださいね」うん、アメリカは支援できないから分でだから3文書であれだけ暴力を上げるっていうのは当然必要だったし。うん 今年の、ね、最大の関心事ってアメリカの大統領選挙だしもしもトランプというよりもほぼトラになってきていて <laughs> トランプさんになったらどうしようかってみんな考えているから余計に今までアメリカの、まあ、ある意味で支援があるので大丈夫かと思ってたけどアメリカがもう支援しないって言ってきてる状況の中に余計出せなくなってきてるんですよね多分欧州の国々も。いやそれはて、ね、ててのことがもうあリンクしていてそうそう 結果的にウクライナって見捨てられちゃうのみたいな今状況になってる、ね、ゼレンスキー大統領としてはだからこそ今最初に皆さんが賛同してくれた国際秩序を守るためにもう一回結束してくださいよっていうことと政治的ニーズとしてはいずれは NATO に加盟したいっていうのと当面の支援をもっとしてくれそのためには軍事的に成果をある程度出さなきゃいけないし反抗する意思を 見せ続けけななきゃいけないそれが出せない状態になってくるとまずいという政治ニーズをものすごく、うん、あのゼレンスキー大統領は持ってるよって軍事的打開を一度しっかりとしないといけないっていうことで今体制を変えてあのもう綺麗な戦いよりもなるふり構わずここであの世界中の支援をもらうためのステップを踏みたいっていうことだと思う、うんその ンのポテンシャルはまだこうあると考えていいのかそれとももう内臓では触れないと考えるべきか、うん、まあだから自分の持ってるものを差し出すぐらいしかないと思今,今はね今は。だからこの局面打開しないと皆さん自分のことだけ大事にしてたって、うん。 全ててががが破壊されますすよとう,うのがゼレンスキー大統領が今訴えてるこでだからあなたたちの持ってるものを出しなさいって言ってます、うんあたら我が身なんだからみたいな今は自分も身を切ってでもうちをやらないと国際秩序崩壊するでしょっていうことが今のゼレンスキー大統領の訴え,の訴えですまさにそのウクライナで起こっていることを認めちゃうといわゆる力による現状変更を認めちゃうと。 他の地域でも同じようなことが起きますよっていうことをやっぱり当事者意識を持って感じながらやらないといやいや武器輸出三原則でこれまでねあの殺傷兵器は出さないんだって言ってたけどいざ日本が危なくなった時あるいはウクライナと同じような状況になった時には日本だってもらわないといけないわけですからね。だけが一生懸命それ言ってんですよ政府がね、えー、だから他の国の政府はちょっとなんちゃってになってて。 いや言うても俺の国も守らない感じってこうなっててだからここがだからある意味岸田政権の方がよっぽど真面目なんだよ。ここ <laughs> このために <laughs> だからこそ変えようってこういうわけだから日本が今リーダーシップを取れる時期でもあるっていうのと、うんうん、そういうい意味ではあるな今ターニングポイントに来てるっていうのはその先進国と言われてる西側はもう通常の消耗戦のための戦力増築っていうのは結構細らしてしまって。 あの最先端の技術であるとか宇宙サイバー電子戦みたいなそっちの方に行ったりあと長い間アメリカがやってた対ゲリ,コマゲリラ戦闘にシフトしすぎたそのツケが今来てるところ<う>この。 本当にこれでいいんですかっていうことが世界中に突きつけられている状態になっていると<う>いうことですね。縮というのもね世界の流れですね。大国間ね。なるほあのそれこそ僕がワシントンに居たころなんかはもう今や大国間同士の紛争はなくっ。安、ね、全保障戦略が書いてたから出ます。はい、で,すで,すで,すでテロと戦うとやったのを、はい、もうこれテロじゃなくてこっちに戻さないからですよ。大国間の。まあ テロもね、うん、あると思いますけどね,ね外戦戦国間同士の紛争にどうするかにモードを変えなきゃいけなくなったのがここ三年で <laughs> <あ>特に如実だったのがこのくらいなんですね日本の戦略と割と妥当なところがあって YS って結構過去の異物って言われてたんですけど YS という <laughs> 山桜という演習ですね大国間もそう言わなかったなで<桜> <laughs> 米陸軍は唯一この 大規模紛争に対応する演習がこれだって言うんでこれに期待してたんですよ <laughs> ずっと。<laughs> というところアメリカは統合運用じゃなければそれもうカットするよとか言われてたところ陸上自衛隊と米陸軍が一緒になってとにかくこれを存続させて今はそれが大規模演習にどん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 ,どんなっていったとつまり絶対に大国間戦争に備える状態を作って国際秩序を守るという意識がないとダメになっちゃうそれが今ここに如実に現れてる。 一時期だからアメリカ陸軍が仕事ななくっっちゃただからいわゆる陸,陸軍の海兵隊かっていうそういうことだったんですよ<ー>もっと軽量にして動いてねやんなきゃいけないけど大、はい、国間紛争は球体型なんだよんだ <laughs> 球体型でガチンとした陸軍で攻めないとダメだからだからその中でもう,こう迷いまくったんだよね、はい、ヘビー級ボクサーでいくかもう海兵隊はすごくミドル級<う>ライト級のボクサーっていうふうに。うん 騎士鮮明だったんですよ、ね、と陸軍は本当に俺たちいるのかっていう疑問がずーっとあって、ね、でファーストあの第一旅団みたいなね、はい、あのストライカら領団みたいに作ってで RMA とか、ね、あの軽くてとにかく動きやすい部隊にするんだ、うん、IT 化なんだってことに行き過ぎてしまって、ね、でキャタピラいらないみたいなねだからそれに結構抵抗してたのが <laughs> まあ 陸上自衛隊だったんですけどです、ね、こういう時だから変化の遅い陸上自衛隊がぐるっと回って今大国間紛争にに対応できるようになってた,ね <laughs> た,ですただもう一方でですね30年間ビタ一番ほとんど変わらない防衛予算と世の中の株価もずっとこう変わんなかったじゃないですかこの30年間。この状態をあの新たなステージに行かないで取り続けたっていうのはここにその時に起きたのは。 人間はコストだっっていう考え方があったわけですよだからコストカット合理化でとにかく人間を少なくしろ陸上自衛隊もろそれにはまってしまって陸上自衛隊の人数を減らせ減らせ減らせときたんですけど実際には人間は財産なんでどうやってお金を投入をして教育をしてそういう人間を作るかっていうところをなんとかやってきたんだけどもうここに来て破談会に来てるわけですよ。<laughs> 募集からそののいろんなものが <laughs> で企業はもう今人間はやはり財産だここに投資するんだってことにシフトすぐできますけど観光庁特に陸上自衛隊みたいな組織はなかなかシフトって苦しいわけなんでだから人間はコストじゃないっていうふうにもう一回 ぜひ皆さんお願いしますそれにしてもあのパック3とかパック2もそうですけど日本がそのライセンス国産って、うん、日本はもう20年の、ね、スパンで運用しますからアメリカなんか,なんかがもうホークとかですね全然、うんうん、手放しちゃったものをやってたことがもし生かせればまあこの日本のーー <laughs> 一つのなんか功績みたいになりますよね。じゃやっっとこう防衛費がどうだったんたでなりわゆる M のつくところがね、今までだから収支がだから防衛では5000億ぐらいだったのが1兆円なんですよ今ね、だからそれぐらいになるから人も増やしラインも作ってね生産ラインも作って、だからもう一気にガラッとこれやっぱ43兆の威力なんですよ。でやっと防衛産業が今の特にあのプライムのねメインのところが変わろうとしているのがあって、今だ岡さんが言ったようなところにやっと日本もシフトしてきた。だから。 この2年前にだからやったのって結構大きいんですよやっとこの平和っていうのは努力して作らなきゃいけないんだ、うん、努力し続けないとやっぱしおかしくなるんだまだ国際社会はそこまで成熟してないし制度も作られてないんだってことにここに局面に来てだいぶこれは賛同されつつあるんじゃないかと思います<っ> <laughs> それもね10年後とかを見据えないと今だってオバマ政権の時に減らした、うん、ね制度能力が。 影響してるわけですからねねお金けけても軍艦作れないですよです、ね、トラ時代ででととかか、ね、盛り返すし,したわから戦争を抑止する別の手段を作らないままあのそれは減らしていいんだっていう話じゃないですか別の処置をしなかったですよね。で国連があればいいったって国連は第二次大戦を再現しないための仕組みを作ったわけで新しい戦争や紛争を抑止する仕組みはまだ作られてないんですよね明確には。そししたら各国が努力をして あの平和を作り出す努力を軍事力によってしなければダメな時代にまだいるんだということを理解することが大事だと思います。でその国連にが三対二になってるからね。もうだからもうまあ、また軌道時代ですよ。はい。それからあのロシアの大型揚陸艦のセーザリ・クニコフね、クルミアの沿岸でウクライナが撃沈したというニュースがありまして、でウクライナのこ 世界に重点を転換したというう見方もあるそうなんですがまあ先ほどのね陸上戦闘があの中にあってまあ唯一だから今ウクライナが成果を上げてるのは黒海艦隊で叩き潰してるというやつなんですね。えー、で、えー、この、あのー、クニコフっていうのはあのそれこそ僕らが自衛隊に入隊した頃のロプチャー級というね。えー 懐かしいなと思いながら見てたけど。えそんな船があるんですかも。そうそうそう。ね、だから四十何年。<laughs> だって千九百七十年代の船だもん。でも、揚陸艦なんですよ。要するにその上陸作戦やるとか、補給するため。で、今回この水上ドローンがドーンと当たっただけで、その後ドッカーンと爆発するね。なん、うん、何でかっていうと弾薬積んでたってことですよ。だから南から 南からだからあの南部地域を抑えているでしょあそこへの弾薬の補給艦なんですよロシアの,<ー>の海からのあのということなんねだ陸上からも当然渡すけどそれ以上にやっぱ船でどーん運ぶんですよ大量のものはだからロシア用のおお<ー>弾薬の補給路を立ってるんですよこれ今実はで CNN の三分の一って言ったけど実際はね船で行くと五分の一ぐらいが潰されているんですよ で、えー、元々あとあとだから四、えー、隻こういう補給艦があるんですねこの四隻を沈めたら本当に海からの弾薬の補給がロシアはできなくなるんで、うん、多分そのだから後方を叩くと後方支援を叩くというののも,もう典型的な技なんですかなりじゃ影響大きいですか、まあ、ちょっと長期的に考えればねおおさんいかがです そうですね6月の時点で去年の構成開始したのはここの地図のとおりなんですけど3軸やってましたでところがこの年明けてから今はあのウクライナの攻撃正面というのはクリミア半島に向かっての一軸攻撃、まあ、防衛省のこれホームページのやつなんですけど、はい、つまりやはりクリミア半島こそが州作戦正面として一番頑張らなきゃいけないと私はクリウクライナは考えているんだと思います。それれでここはは立させれば一番地形的には 脱海しやすいはずなんで,すであの長射程のかも、えー、ミサイルを使ってクリミア大橋をこう破壊しようとしたけどそれはもらえなくて爆破したりしたけどまた修復されたそれで今船からの補給を断っているでクリミア半島をどうにか孤立化をさせていってそこへ着上陸攻撃をしていければクリミア半島の奪回っていうのは可能性は残ってくるんだろうと思います。 ただこれには相当な困難がかかりますし上陸作戦というのはすごく危険なのでよってこれもやはりあのまあ今は一軸なんですけどもうあのなりふり構わない作戦をしてほしいというところがもうゼレンスキー大統領の切なる願いになってるんじゃないかという気がします。一方でロシアの方はあの司令部を攻撃されてそれで司令官を殺したって言って黒海艦隊に出てきたとか言ってでしょ。 あの後全く続報がないし、ないですよね。どうなったの？だから百五十日かなだったけど、一切登場してない。あ、出てきてない。生きてるよと言ってたのに、全く出てこないですよ。ということはもう、そう。な多分ないんだもん。見ないんでしょ。あともう一つはね、ゲラシモフが出てこないあ、そうですね。だって我々総参謀長、あの参謀総長だけど、そもそも総司令官なんでしょ？五十何日で出てきてないんですよ、もてに。 だから今ニューズウィークはこの二人はどこ行ったんだろうっていうタイトルで、はい、<laughs> あ、そうなのそうの突然死症候群とかある国ですからね <laughs> 消えたからね、ロシアいきなり分からないそう、この二人は出てこないのよはぁでも野党党首の,あの死亡がすぐに出てくるって私不思議だったんですよ <laughs> あの、どうやってそれ報道にベースに載ったんだろうってう、ね、確かに今ので言ったら 人知れず分かんなくつまりそれだけの,あのジャーナリズムとか何とかっていうのはある程度はあるんだろうとただ独立団とかってい,はい,はい,はいうですねノーベル賞を取ったあれが王道してる一方で軍の中とかそういった閉じられた中でも状況っていうのは出ないようにされてるんだろうなって気はしますけどある程度リークしてるってことですかじ本当だったらリークしたくないと思いますよあの死亡だって。 隠し通せるもんだったら、隠し通すっていう今のと思います。それがスパンと出てたやつやん。うん。翌日なら、もう出ちゃった。翌日出たもんね。はい。だから、あれは結構、だから、支援団体がちゃんといて。で、それが、あの、その、独立系の新聞に、ちゃんと喋ってるってことですよ。だから、その時の様子まで出てるでしょ。そう。あの、お、奥さんが言ったら、死体にも会えなかったとか。あんな細かい話がすぐ出るわけですよ。うん。 そ,それに対してこのゲラジモと、はい、<laughs> こ,のこの司令官はどこへ行ったんだろうっていうのは国家組織内は出ないのそう。であの前あの反乱を起こしたプリゴジンの反乱があった後しばらくしてからその航空機事故でなくてこれもすぐに出ましたよね。ど,どっちもだって丸分かりののようなな仕業なのに出ちゃったこれ本来だったら隠し通せるもんだったら隠し通したいっていう気がしないでもないですよね。 だからこういった報道機能は結構もうなんていうか機能してるんだろうなっていう気がします。うん、で今回もだからね喧嘩に行ったら400人がすぐ逮捕されたとか、はい、あの全部出てるもんね。ね,ね,、はい、ね,ね少なくともね。うん、だけどまだロシアにも民民主主義的なああいう活動はねすぐ取り締まられるけどね。<laughs> うん、でもう報道出るから一このソ連時代ううロシア直後。 っていうのに比べれば民主主義化は進んでるんじゃないか進んでると思いますもともと民主主義だったんだもんプーチンもここに来てねまあそうだねプーチンが手掛けたやつだけ出ないんじゃないでもまあ恐れはありますよねその自由だよって言われてもやっぱり怖くてできないという無言の圧力みたいななおかつネット上でも規制されていてまあね 自由ななな発信ができないようになってるし、まあ、そこは本当統制されてる部分があるんだろうなとウクライナの人にとってはそういう国に支配されたいかっていったらもうそっちではないんじゃないかな、うん no. 台湾の人もやっぱりそういうことは思ってるでしょうしさてあのもう一つ世の中でなぜこれがあまり大騒ぎされないのだろうと私は疑問に思っている。日本には近代政党が必要だ 近代政党というからには、ちゃんとしたあのシンクタンクがなければならない全くこれまでと違った局面に今直面しているのではないのか、その税金がどういうふうに使われてるんだということに関して、本当に意味のある使い方してるんですかチャイナが欲しがるような資源を持ってる中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。 目的は一つで日本が地球上で文明国として生き残るため。